シカゴ L ループ南東部コーナーにある t ジャンクションシカゴ駅のサインシカゴ L はアメリカ合衆国入りの一周シカゴ市のダウンタウンを走る高架鉄道及び地下鉄である。シカゴ交通局が路線を保有、運営している。L はエレベーテッドの省略で、以前は L と表記されることもあったが、現在では L の故障が一般化している。1892年の開業以来、 シカゴ市を中心に8つの周辺都市に乗り入れを行っており、アメリカの中では利用者の多い鉄道の一つとなっている。なお、地下鉄の開業は1943年である。L の特徴は、ダウンタウンの中心部を環状線で結び、郊外から都心部へ、また都心部から郊外へスムーズに往来できるように設計されている点である。 この環状線に囲まれた地区は東西に500メートル、南北に900メートルに及び、ループと呼ばれている。ニューヨーク市地下鉄と同じく24時間運行を行っている。1993年より路線名が色別となり、現在に至っている。レッドラインとブルーラインの都心部のみで地下区間を走り、それ以外の区間はすべて地上を走っている。ループを走る路線のうち、 オレンジライン、パープルライン、ブラウンライン、ピンクラインは、ループ前線を走る。ブラウンラインのみが、半時計回りで、他路線は時計回りで、それぞれループを循環する。またグリーンラインは、ループの一部の区間を走行している。各路線の詳細は、EN、リストオブシカゴエレベーテッドステーションズを参照。2009年1月1日現在、 初乗り2.25ドル乗り換え25セントの均一料金。一定駅での L 路線間での乗り換えは無料。シーティバストの乗り換えは初回25セント2回目無料。3200系電車。シーティは鉄道車両を1190両保有している。車両は所属路線が決められており、1路線には最大に形式の車両しか使用されない。 L の現役最古の車両は1981年からバッド車により製造された2600系であり、他に1992年製造の3200系、2011年に導入された新型の5000系がある。1969年製造の2200系は2013年に、1976年製造の2400系は2014年に営業運転を終了した。 車両はすべて直流6 0 0ト、第三機上終電となっている。3 2 0 0系までは直流モーターが使用されていたが、5 0 0 0系以降、交流モーターが使用されている。アムトラックメトラの鉄道、およびグレーハウンドバスとの直接の接続はない。ダウンタウン主要ターミナルへの L からの最寄り駅は以下の通り。ありがとうございます。